大丈夫です。完全ランダムです。はい、それでは配信始まったかな。はい、大丈夫です。始まったね。あ、ツイートしないとな。違った。ツイートしないとな。おい貼り付けらんねえぞ。お待たせいたしました。それでは始めていきましょう。どうぞスタートボタン押してください。はい、今日は2チームランダムで決まった2人チームの16だから32人いるそうです。初戦はのぶおさんと青葉チーム KKY チームとノブオ、アゼチームで戦ってるのは KKY ダルチムとノブオ S 君ですね。ノブオさんはアメリカから来た日本人ですね多分という形だそうです。はい、あ、まあダルシムでエスケントガイルを見て余裕でダルシムでしたという流れですね。青葉 KKY のこのチーム編成やばくないですか。ちょっとね、なんか現代の大先生中先生みたいなあるかもしれません。大パンこれは厳しそう。苦しい作業。さあ KKY ならこの状態から KKY コールが起こります。不思議ですね。アゼリアさんは、あ、今日はなんかキャラは何使っても、キャラ自由です。キャラ自由です。毎回変えても構いませんということなので、まあ投撃ルールということで、投撃ハイパーのルールということでね。投撃ハイパーそうなんだったっけ。トイキハイパーはほら N キャラが同キャラ戦できないから、あーそうだったそうだった、変えてもいいっていうルールです。予選は違ったんだよね。え、そうなんすか。なんか店ごとにルール違ったんだよね。へえ。ブランカ使おうと思ったけど、はあ、なんか付け焼き刃の しょうもないキャラ使ってますねまあね、ダルシムバルログを相手にできるキャラって少ないですからね。ねえ、一番マスなのなんだろう。ブランカ、ダルシムリーかバイソンだよな。バイソンはまあいいですよね、うん、投げ角なのを知っているか。知らなかった。頑張ってジャンプすればいいのに。かくんない、かくんない、ジャンプすればいいんだけど、ジャンプすればいいの。ジャンプしたら読み合いになるから。そう。さあ、アゼが苦しい苦しい。お、なんかうまい。ソニックでもきついのに飛行剣だとどうなんだ。潰されるが、飛びすぎでしょ。しかし KKY も緩やかに緩やかに戦ってくる。投げて、だから止めってダードリル。 KKY 盤石。これなんでいるんですか今日。はい、なんで今日いるんですかね。え、はい、次の試合エクスパーグッチ、エクスパーがワンピーで、ブンチン、ブンチン、テラサガさんがこっち。テラサガさん、あの方では敗北者たちは去ってください。敗北者は去れ。今日は一発トーナメントです。
もう次呼び出しておきますね。ペコ、セオ、ペコ、セオチーム、ワンピー側です。ペコさん、セオくんとワンピー側で準備しといて。ペコさん。決まった？決まった？エクスパーね。はい。はい。あ、いらん。入れない。入れないって。うん。ペコ、セオチーム、ワンピー側なんで、相手を見て決めといてください。配信川又。はい、では。2P が次の試合です。いいよいいよ。フェイロンで出るみたいですね。キャラ替え自由ルールって、はい、こうなんていうか我々のような人間しかあまりこうじゃあ X 戦はねキャラ決めてやりすぎっすよ。あー、そう、もっと広くやるべきだと思います。なるほど。まあましてやね、こんなこう、はい、枯れたゲームなんだからみたいなところがありますよね。うお、抜けてる。さあエクスパーリード。これは上り中盤すごい、上り中盤打って勝った後ぜなんか焦点してましたよ絶頂、絶頂を迎えた。そう、あ、これ、ね、完全にいってた。先週はですねエクスパーはかなり勝っていた。あー、しかしほいけるかな。あ、さあ始まるのか。お、なんなんすかねこれね。でも最近なんかエクスパーさんはエクスパーらしい動きっていうのを、はい、なんかちゃんとやってますよね。ちゃんとやってる、ちゃんとやってるかしら。そう、でもなんか勝率は高いよね。そう、おお、しかしホイッと投げられてグッチが出る。あ、ブンチンが先方だったのね。なんで。そうなんですね、まあ、グッチさんを信じて。寺坂さんはサガットなんですか。寺坂さんはサガットですよね。じゃあ DJ 使い得では。あー、すっかり違った。まあ、サガットが来るんだとしたら DJ 使い毒感はあったけ けど札幌からわざわざ来た人に対してその仕打ちはないかなと思います。いや、ありあり、繋がらない。アサブがなくなっちゃったので今はなんだっけ、キャッツアイでやってるそうです。はい、危険アラバマあたりは有名ですけど。そうですね、他の方はねなかなか。あれがいるか、コロスケがいるな。え、誰コロスケがいる。へぇ、知らない。知らない。知らないっす。バーサス来てはもう、すげえやってるよ。へぇ。さあ、グッチといえばフェイロン戦と、昔はよく言われておりました。そうなんだ。投げられて。うわーっと、このシーンはですね、こう若手よく使うんですけど、ガードされた時終わっちゃうので、あーっと、うまい、よく言った。さあ、ブンチェンがリーチをかける。フェラオ戦のうまい下手って、まあ、波動以外だと勝負どこここだなっつってやる以外あんまないですよね。昇竜拳、昇竜拳かな。昇竜拳か。あ、なんかね、川又流を見てると踏み込み返してるんだよね。ほえー、で、あのコスト早いやる気に歩いて足までさしてるんで。おっ、いけるかな。いけた、いけ、いけ、いらない、表だった。あー、竜巻止めて。いや、わかんない。あー飛んでるんだけど、グッチ飛んでんだけど。負け角から勝った男、これはスタートしてください。どうぞ。飛んでんな。さあ、寺坂、本邦初公開ですね。明日も出られるということでね。あ、そうか。草当てで来る人がいっぱいいるというわけですね。なんか今日人多いなと思ったんですよ。それもあるかもしれないね、うん、KKY さんは出張らしいですけど。うん、まあ、あの人優勝してますからね。そう、 X マニア優勝者ですから。2回優勝してるんだ。出らんないわ。2回優勝してるし、この間 XS の優勝者だ。そういえば。そうですよ、いた、優勝チームにいた人。いやいや、今回、明日優勝する4代目に勝った人ですから。ああ、
それはすごいですね。あ、投げに行った。さあ、テラサカあれな、映りねえんだよ ないんですよね。最悪だよな特にしゃがみガードは最悪です ね。まあ、この竜下がったもだいぶきつい、下がった側、はい、だいぶだいぶきつい。ゲージの使いどこっすね。はい、おっと、いい投げでタイガーショット埋まってる。うん、打ってくるね。まあ、サガットが飛んでもいいんですよね、あそこね。そう、てか、竜に、ナイスだけペロス。竜に勝つのってジャンプするしかないもんね。ほんとそれ。そう、さあ、勝ったのはグッチチーム。次が、ペコセオワンピー。はい、廃人川本 2P で、先方は先方は川本さんかなっつって、はいはい、決まりました。はい、じゃあ CK 中野、次 1P 側です。 CK さん、次 1P 側、次ね、次ね、この次。レコさんが、うん、 S 剣ではきついと考えたのか。ほう、 S 剣ではきついのか。まあ、もしくはお遊びで結構ペコさんお遊び好きなんで。そうですね、いろんなキャラを使いますが、まあ結構高次元で使いこなしてる感はありますね。まあ、結局龍拳コンパスキャラだと。そうですね、全部使えるわけですよ。画面ちっちゃいな、クソ。投げて、ウェイ。今日はダブルイルミネーションではありません。おっとね、川端さんと組めてよかったですね。そうですね、ファンの運がいいですよ。何分の1だ。さあ、黒い方が廃人さん、なんか小足言ってますけどね小足連キャンジャンプもあるからね。あーあさあ、うろうろから、おっと、これはファイヤーで美味しいですね。お、さあ、今のは多分ダイヤ読みの前ジャンプだったと思うんですけどね、今の深さは。お、おっと、おっと、 S 剣っぽい。これはよ、避けて、勝利が出るぞ。出るよですね、これは。これ鳥かごですよ。ゲージがある。おっと、モリッと減った。瀬尾さんが出てくる。大将瀬尾、まあ、瀬尾さんも何でも使えるから、ここでここで急にベガとか言ってもおかしくはないが。いやいやいや、流流に対してベガはねえなペコさんがそういうお遊びのつもりなら俺もみたいなそういう大将ではできないね。先頭はその点いいですよ。さあ、いけるか。溜まったのはうえー、裏剣中古裏剣。さあ、どこであれが入ってるのか全然わからない。そうですね、うまい、いろいろ空振ってはいるけども、戦列がないとは限らないですからね、彼らも。投げて、うん、歩いたところに。悪くない鳥かごしているが、うっと、苦しい。うっと、打てない。今のタイミングだと戦列出して前打ちになりそうでしたね。いや、引きつけられるって彼なら。そうかなあっと、踏んで置き攻めだ。かなり前に行くようになりましたね。来ましたね。こっからここで貢献食らっても別にいいんですよ。まあね、読み合いですからね。はい、おさあ、いい感じ。上級者の動きにしてる。投げる。さあ、廃人がペコ背負う似たてはでかいぞ。でかいですね。さあ、また先方もありえるよ、次から。暴れる。惜しい。暴れてる。うおーい、危ねえまあまあまあ、ここはそうですね。大パンか。さあ、押し返した。そう、全然わかんないね。自己の攻め。うわった。見ている、見ているこの男あんだけ散々中足打っといて線でずれるんですもんね。
さあ大将は川又、波動拳打っていくぞ。こいつは打つぞ、ずっと打ってるぞ、打ってるけどいつの間にか画面端だぞ。波動拳しかやってないぞ。鳥かごやんけ。波動拳しかやってないのになんで画面端なんでだ。なんなんだろうね。あー分かってるね。バックジャンプで避けたらかぶせていく、ね、これどすどためうわ何これ、何こいつ波動拳しか打ってないけど、開幕からずっと波動拳打っていつの間にか画面走ったんで。川又さんがそういう動きをすると見ている人は勘違いをするから、勘違いするからね、夢見ちゃうから適度にやってほしい。歩きながら波動拳、さあ相打ちとって、うわ打ってく、打ってくね。さあ置き攻め、グータツグータツ真空波動拳終わり。お見事、強すぎる。CK 中野チームワンピガー、うね抜きチームツビガーです。次のチーム呼び出しておきます。ハクヌルポガ対クロスバイファーです。さあ久しぶりに出てまいりました、抜きチュンリーがいますね。さあ先方は、どうぞどうぞ。引っこ抜いた方がいいですね。さあ先方 OK、 はいどうぞ始めてください。 KKY さんよろしくお願いいたします。なんでいるんですか。え、入ってるぞ、入ってます。ああ、あの出張でちょっと、出張でちょっと、はい。で KKY さんにいてびっくりしたんですけど、はい、滝場さんも行ってマジでびっくりして、マジで大貫くんが来てマジでびっくりして、そう何が起こってるんだっていう話、抜きがいるのが超びっくりなんですけど海外での何回もあれカナダカップ行くのかな。あ、そういうことか。というわけで、さあサマーで落として、さあ CK さんはハンター勢全員一の番です。マジっすか、はい対するはうねくんは知ってるんですか。知ってます、名前は知ってるし東西線とかでも見て、うん、確か四季の細道で当たったかな。あ、なるほどなるほど、はい、そうですね、四季勢ですね。まあ、ガイルはねなかなか辛いキャラも多いですけど、うん、そうですね、サガットにはねかなり有利がつくんで結構差ありますよね。これかなりやばいですね。でも下がった側は面白いという。そう、おっとおっと紛れてきたか。これはガイル側が落ち着いて、そうですね、うー苦しい、うわー2位でも寄れない。さあ勝ち抜きですね。中野キャミなのか、わからない、キャラ迷ってますね。ダルシム使うとチュンリー四ツ矢なんで、まあでも抜きもだいぶ忘れてる説はないのありえますけども、まあマンパワーですからね。まあね、ダルシムにしてみた、とりあえずまず目の前のガイルをそうですね、しゃぶっておこうという、はい、おっと開幕そばけん様は相当やる気ありますよさあうねペースで試合が進む。久しぶりだが抜きの煽りは健在早速さすがにダルチムかぶせて、さあマッキーはやばい。トネピが戦っているのはウネガエルではなく、うわ抜きの煽りのような気がする。確かに、しかしバーサスはうるさいのであまりよく聞こえないのがそれによって助かっているところありますね。助かっていますね。さあこれインフェルノなかったら危なかったですね。タッチキックには一応サマーが当たるフレームがあります。ジャガイピーパンチには何をやろうが当たりません、うん、
タッチパンチも一応当たるんですよね。一応当たるけどほぼ当たらないと思っているんで、まあ、タッチキックの方がまだ当てやすい。なるほど、うん、ただタッチキックを打ってる実感っていうのはもう相当リードしていつでもいいやっていう、まあ、画面端に押し込んだ時ですね、うん、あのサイドマジックがあるんで、はい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 、ソニック打てねえべっつって、ジャクソニックだとねダメなんですよね。今日ソニックはねバックジャンプで終わりなんでね、見てからバックジャンプしてくれたアルシムには、おっとこれ今のはいい飛びだあるか、さあちょっと匂って、うわあ逆打った、対空出ない、対空出ない、取れ、微妙、削ったけどこれ反撃入る、ああですよね。まあしょうがない一心っぷりが、ハクヌルポガとクロスバイパー集まっといて、バイパーさんチュンリーはちょっと、チュンリーはかぶせですよ、逆にこれかぶせおいねえねえからふざけんなお前よ甘えてんじゃねえぞこらいやこれはチュンリーだろ、絶対チュンリーだっつーのいや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 さあプレイをしながら、さあ20年来のライバル同士であるこのキャラ、お互いの言い分が溜まっておりますうっぷんがね、無印ではだいぶいじめられておりますよさあ恥ずかしい、お前らチューパー打ってるだけじゃねえかよっていう、ほんとそれ、僕はチュンリーの方が深い感高いですね。あー普通に飛んでくる、そしてうまいうまい、バグに愛されている、さあまあしょうがないですね、いや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 そこは認められませんねはい、ハクヌルポガワンピガーです、クロスバイパーツーピーガー行ってください、バイパーさん、クロス、キャラクターは今回自由なので順番だけ、さあスピー側クロスバイパーチームは決まりました、はい、ワンピーガーも OK です、じゃあ着席をして始めてください。さあクロスフェイロンとヌルポガエスケンですね、ヌルポガエスケン、これは読み負け、まあ、どっちも読み負けなんだけどエスケンはきついですね、そうですね、まあ、どっちでもフォークはいけるキャラなのでどっちから行こうかなという感じですね、まあ、でもできたらフェイロンをキャミに当てたかった、そうですね、から読み負けてはいる感じかな。さあしかし劣化剣の横押しが入っている、削りも見えたので今のは暴れたりないですね、離れていれば盤石のエスケンですが近寄られるとやはりフェイロンの火力は非常に恐ろしいと、うおっとピオリーチかこれ、あーっと枯れず、さあレック投げて受け身がなくて、さあ横押し、横押しが投げる、全部通ってしまった。さあキャミーフェイロンは微妙なっぽいけどフェイロンだよねこれ多分ね、いや露骨フェイロンですね、露骨フェイロンだよね今は、8人ぐらいやるって話でさん言ってました、マジで、まあ、レック落ちねえしいろいろ大変だわ、なんかすんごいらしいんですよ、頑張って中足振ればなんとかなる説はないいや劣化がねやっぱ火力で、あまあまあまああるので、さあハクが、あガイルですか、ガイルか、ガイルも使うキャミーにすればよかったんじゃないかな、使うんですね、まあさすがにキャミーだときついと、さああのシャガチューチューは割れるのか、割れますね、割れるよ、ね、レンガにならないんですあれ、キャラによってはレンガになるとか、そうですね、連続ヒットするんだけどもレンガにならないという X よく分かんないところ一つですね、さあ見てから、おっとさあハク君最近売り出し中なんで、ハ
なりね、いい動きしてますね。はい、ゲームがうまい勢の動きをしております。音ゲー勢ですからね、画面見えてますから。なるほど。さあ、ちょっとつなぎをミスったが、逆にそれが幸いした。逆にさあ、クロスちょっと苦しそう。下がるスペースがまだまだある。さあ、ちょっと頭打っていくが、めくりがミスって投げて、さあ、おっと、わからん殺しに失敗。ナイスだ。やるの。さあ、バイパーさんはガイルはおやつと昔から言っております。フォーク使いはガイル戦は大好物、大好物ですね。ですね。こんなに楽しいものはねえと。しかし近ほどほど近づくのが苦しくてハマると相手は終わるっていう、ね、美味しいところはしゃぶり尽くせるみたいなキャラですからね。ほどほどっていうのがいいですよね。さあ、すでにガイルは半分死んでいるこの時点。もうワンチャンです。お疲れ様でした。さあ、あとはミスんなければ作業の話。さあ、軍内軍内、はあ、おお、そっちか。一回で済ます。わざわざダウンは取らない。ダブルサマーガードしたら歩きダブル台風という。なるほどね。まあ、本当最大ですね。死んだか。あぶー、お疲れ様でしたか。グッゲームス。さあ、ホタルの光が流れております。またのご来店。おっと、ミスった。さあ、ホタルの光半分くらい流れていたか。さあ、ま、ちょっと閉店作業にミスがあったが、さあ、クレーマーが居座ってるぞ。なんとか苦しい。しかしきつい。あー、危ない危ない危ない。なんかいろいろ狙っている。まだ頑張っている。あーバックジャンプ強気今のはサマーと相打ちになっちゃうぐらいか。ひょっとして結構遠目からでしたよね。そうですね。さあ、勝ったのクロスバイパーチーム、福山駆動チーム。駆動さん、駆動さん、あとグリグラさん、ミハルさんチームですね。グリグラ、ミハル、ツビです。さあ、グリグラミハルチームは決まりました。オッケー、では始めていきましょう。はい、着席して始めてください。さあ、ミハルベガと工藤さんですね。この方も札幌勢っぽい。おお、え、明日のエクサのためにわざわざ。さあ、リュウベガ、工藤さんはリュウ使いらしい。さあ、カニが機能はしているもののラインが戻って、まあ押し方が難しいですよね、ベガ側は。これそうですね、まあ蹴りで前に詰めるのか、ため技をちらつかせるのか、いろいろあるやり方はありますが、ふらふらしてると思ったらダブル2が飛んでくるみたいな感じにできると非常にいやらしい。さあ、ナイトメア使わせて、おっと投げる強気。なるほど。まあ、中足ダブルにもあるんでね、受け身取れるかと思ったけど取れませんでした。まあ竜はしかしあそこおっと投げる、どんなとこでも竜巻の読み合いが残るんで。あの剣、さあ踏むがダウンしない。さあ、いい間合い取りだが、さあ、ヘッドプレスがちょっとめんどくさそうな感じになっている。さあ、たまった。さあ、くぐってアッパー。さあ、竜はまだゲージがたまってないが、竜のゲージはどうせすぐたまる。空達とか打てばね、すぐたまる。おっと、歩き投げ。さあ、ゲージがまだたまってないが、たまるよね、そりゃ。さあ、なる。これはナイトメア使って、ナイトメア投げている。今の投げ角ですね。さあ、押し返したいときに
しゃがんでるベガに前に歩いちゃうとダブル2が怖いので、波動を縦に進みたいところなんですが、そこは見られるとまずい。いい投げ。さあファイヤーじゃない、飛びちょっとなんとか投げたが、の強き裏側にガードしている。知ってますね。さあ下行く。さあナイスアリュー、最後は相打ち。さあグリグラが、相手チームは竜2体ですからね、まあ見せ所といったところですね、感じですね。札幌はフェイロンいますか。いやどうなんでしょう、いなさそうな気がしますけど。いなさそうな気がする。さあ手前押しから投げる。さあ積極的にわからん殺しにしていく受け身取ってくんねえかなぐらいの勢いですね。さあこれはグリグラがかなりの塩対応ですね。わかんないならわかるまで死んでもらおうというそういう考え方ですね。だいぶソルティーな。さあレックから全部狩り繋いでいる。スローに負けない。あっとちょっと欲張ったが、うわ飛んでる。あですね、これは見事。さあここはフェイロンとやってる関東勢の福山さんは頑張りたいところ。まあ福山さんならね、これはもう間違いなくやってくれますんで。突然ホンダとかね、こういうやり方も、そうそうそう、こういうやり方もありです。普通にやってくれるはずなんで、これ、ね、え、これ試合ごとにキャラ変えていいの。あ、いいです。あ、なるほど。いいよって言ってますね。さあ、福山対グリグラ大将戦。さあ、支援客竜巻。あの技めんどくさいですからね、フェイロンとしても。さあ、空振ったが反撃はない。さあ、おっとっと、おお、すごい強気の終わり。投げる。リリリリリ、繋がってますね。繋がってるんだね、3ヒット。さあ、あれに勝利当てたいですけどね。弱勝利か、起きでもいいので。さあ、しかし、ですね、動かしている。いや、減ってますね。投げにはいかないよと。まあフェイロンも投げ返し、レック、支援と3つあるんで。そうなんですよね。まあ投げ返しは前以上あんまりしてこないか。でもあれ、支援は先端ガードしてくれれば反撃ないので。そうですね、打ちたいんですよね。下がってスカスというのが竜側の、はい、あれね、最大は第5スらしいんですが。おっと、須山が投げて、投げて、受け身がないが、勝ったのは福山不動チーム。さあ続いてスピリタス草チームとピロシクレジンチーム。クレジンさん入ってるよ。草くん、スピリタスさんワンピガース、ワンピ、はい、スピリタス草ワンピ、ピロシクレジン、はい、先方キャラとプレイヤーを申告してください。まだ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 、はい、 OK です。 OK、 はい、では始めてください。スピリタスバイソンとクレジンさんのダルシムですね。さあバイソンダルシムはかなりいいカード、かなりいいカードなんですが、どっちが有利なのかは画面を見ていればすぐに分かっちゃうイメージ。さあもう一方的なバイソンペース。こうなると、はい、しかし焦がしたので、しかし溜まっちゃった。あれ裏回りテレポ欲しいですね。あ、使ってくれた、使ってくれたんですが、スピリタスさんにはもう一個、もう一個のスパコンが来る。あーっと来ました。あれはね、チョップで止めると気持ちいいですよね。チョップで止めくると、その後の形がね、確かに。さあ強気。さあと、さあスピリタス戦は単パチが絶対溜まっているので、
穴掘りがないということを理解しておけば少しは戦いやすいんですがそうなんですね。スライディングがかなり有効。さあピロシに託された。さあ殴り合いカード。いやこれ待ち合いカードなんすよ。まあまあね、殴り合いたいんですけどね、バイソンとしては。まあ言うて鬼無双以外は怖くなくねって。ああ弱い鬼無双。いや真に怖いのはあの借款ガードなんで。おわっと今何出したのかな。自虐ズッキです。いいか、地上で食らうんだ。はい、でアッパーにすると、てか無敵時間的に頭突きが勝ちそうなもんだけど、いや遠いとバイソンの技は無敵長くなるんで、クレイジーはさあ掴む。さあやる気満々、大いちょう出せるもんなら出してみやがれと。ステッタソン相当動きよくなってますね。あら大足、今投げ返しちゃいましたね。どうせ投げ返すやろっていう話ですね。あれさあ食らって、さあ痛いぞ。さあこれはやばい。さあ体力がどうすんのこれ、どうすんのこれ。これは頭突きがさあですよね。さすがに今度は投げさせんよと。さあこれで大将クーサー、さあ極度のビビリのピロス対もう開き直ったら投げに来るクーサーですからね。まあ冷静になれるかどうか。そうでしょう。まあどっちかというと冷静になる必要なのはチュンリーの方なんですけどね。いやね、もうキークルって投げに来るチュンリーが本当本番めんどくさいんですよね。常にホンダが仕込んでおきたいと。そうなんですけど、あーっと食らっちまう。大一丁って結局安いので、チュンリー戦に関しては、まあ、ピオラスでもあんまいいコンボないんだよね、ホンダって。ピオラスというかフガフガで殺したいんですよ。あーなるほど。大一丁できる限りやりたくないですね。さあ作業ですな、まあ、これは詰めますね。溜まってからのちょい歩き飛行券はもう本当に何もやることがないないですね。下がるしかないですね。端まで行って削られて死亡です。嘘でしょ。さあおい、ほらごまかしすぎだろ。本人使いのこういうとこは嫌いです。さあピロシ苦しい、もう体力もない。行くしか、ワンチャンマン、ワンチャンマン、ピヨってはい、いいぞ。さああれを通してしまってはいくらチュンリーといえどというところですか。そうですね、カラジャンプ大一丁一発でひっくり返しましたね。さあどうだ、現象重なるのか、強気にバラしていくしかない。ホンダのそれは、ま、おっと今のバックジャンプはやらない方がこうなって、安い当たり方でしたが、別にこの後また貯めればいいやっていう50秒もあるし、こういう話ゆるゆると死んでもらおうかという話ですね。さあ相打ち対空でもいいんだよな。お電話ですねこれは。さあ基本的にはこれで終わりという。もう一回貯めようかな、ピロシつまんなそう。もう一回貯めようかな、もう一回貯めようかな、もう一回貯めようかな、終わり。さあスピリタス草チーム勝利、13番ですね。さあ滝バテチームとビビアンスー太郎2回転。さあ2回転さん出番です。さあ滝バテ、滝バさんとテさんですね。さあ先方はは、いでは着席して始めてください。さあ次は青葉 KKY 対エクスパーグッチ。さあ
裏回って、おっとピヨコを狙いに行かない。しかしかなり体力を取って、あーゆっと空中で技が勝ち合って、ラウンドを取ったのはタキバブランカ。さあこのカードは多分バルロンかなり有利っぽい気がするんですが、中村ハオとかはなんかすげえ勝ってるんでよくわかりません。一説にはいい勝負説があったりなかったり。あっと九銀だけ、さあ開幕ローリングを好き放題打っておる。さあ立ち台詰めが反撃ですね。噛んで、さあ2回転、まさかブランカには負けないですよね。7サインは確実にあると思います。このカードオーホンダで2体いっちゃう？いっちゃう？あのなんかいろいろ読み合いがありますね。ていうか別にバイソンでブランカいけるやろ。さあ電撃台足、これは確定。さあ削ればいいのになぜか離れていく。なぜかひよって下がっていく2回転。5番、さあゲージ回収はうまい。しかし今完全にクレイジー確定ポイントでしたが出ず。さあつながったな今。起き中足から相当つなぎやすいですね。さあ、テイさん、タイヤシ、さあ、ヘッド、さあ、地上からもうゲージの開始も終わったし、あとはのんびり削っていけばいいという対戦ですが、さあやはりバイソンがゲージを溜め切る前にダルシムは有利な状況を作りたいところ。開幕超重要このカード。さあ燃えた、これはダルシムの流れ。さあ今のは、さあダウンするファイヤーを食らうのはよろしくないです。さあごまかした、さあ当てて、さあ行って、おお、なんかごまかしたぞ。ごまかしたぞ今。なんだ今のバイジャンプは。ということで勝ったのはビビアンスだの2回転チーム。では青葉 KKY と、エクスパグッチ、はい、青葉 KKY 1P がいってください。エクスパグッチが 2P が龍対バルログダルシム。あ、ちょっとはけてくださいね。その次の試合、ハイジン川本対ウネヌキ、これも用意しておいてください。先頭は OK。 さあそれでは始めてください。 1P 側が青葉、 2P 側が、お、来ましたね。久しぶりです。ちょっと声大きめでお願いいたします。はい、だいぶ頑張んないといけないな、こっちね、はい、声ね。さあ滝場さんです。お久しぶり、あの滝場さんです。お久しぶりです。誰だっけ。あの若手が滝場さんってどの人ですかって言っ てちょっとショックを受けました。今若手って35ぐらい。いやそれがですね27だっけ、この間半分で分けたら今39ですね。
若手が39ってどういうゲームだこれ。そういうもんなんですよ。ちょっとこれ実況どうなってんのこれ。実況しなくていいんだっけ。してもいいですけど、いい、まあ、バルログはあんまり、まあ、まあいいか。さあ最近あのエクスパーさんのエクスパーさんらしく、あ私はらしく、私らしくやっておりますので、もうあーいいですね、どんどん若くなる感じ。どんどん若くなる。おっと若い、これ若い、何かが起こっている。さあ青葉もなんか面倒くさそう。恐竜が出ない、裏に重なっている、これはいいゲームだ、いいゲームですね。さあグッチさんは、ね、バルドブダルシムに被せるキャラっているんですかって話をさっきしまして、あれ合気禁止だっけみたいな。合気はさすがに、ね、結局みんなこのルールやってもほとんどメインキャラなんですね。まあまあね、 XJ ぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ結局なんかね、他のゲームね、弱キャラ職人以外はみんな被せてきますよ。まあね、おまい、うわうわ、バトル戦、おお何が見えとん、あはおい何回打ってんの、中足振りすぎ、4回打って1回待たなかったぞ。おお勝利そこで出るんで出ないわ、違う、あ毎回ちゃんと右でも左でも出るんだ。うん、やってますね。どこ見てんだろうな、だうわ早い、ザンギステージのハイクロー、老人には見えません。まあ老人じゃなくても見えないんだよ。老人はほら言い訳が効くから。ちょっと目がかすんで見えないんだからしょうがねえだろみたいな。言い訳になってるんですかそれ。逆切れっちゅう話がある。おふざけんなこのキャラ。いやー、いいゲーム、青葉が圧殺、似たであっちゅう前やね。はい、廃人カーマのワンピガー、オレクラシーツ、さあでもこれね、煽る煽らない以前に廃人川又対うね抜きは相当面白いですね、カードとして。さあ何何何、まあ多分龍龍対チュンリーガイルだと思うんですけど、ああ持ちキャラ、はいはい、はい、まあ龍龍だと考えるまでもないし、まあ、ね、ガイルチュンリーもどっちかなりいいカードですよ、ガイル、どれ出しても。さあ、抜きは、あ、いた、あ、いた？試合中ですね。さあ、進行上、いいの？そんなことやって。とりあえず、さあでは、まあまあ多分こうなりますよね、廃人さんの竜と多分ウネさんのガイルだと思います。もうなんかほとんど指定したような感じだけど、まあ廃人さんも結構今勢いいいと聞いておりますからね。さあしゃがみアッパー、さっきもいい試合してたのを見てたんで、はい、勢いを感じます。まだ荒削りなところはあるんですが、やっぱり殺気を感じますね、かなりやる気は大事だよね。さあソニック投げ、お互いやる気ありますねこれ。さあ前飛んでるチンク、さあこれはガイルペース、前飛んでる、前飛びを2回通してるので、じゃあ次のラウンドどうするか、そうですね、
さあこれ落として、奥攻めは正面、あっとちょっと三段入らないがだいぶダメージは取った。おっと大サードではなくてなんか不穏な動きをしてましたが、真空持って、さあ真空はまだ溜まってない、逆か、人のゲージもらっちゃうよ。さあもうちょいで溜まる、こっからはどうする。さあソバット、ソバット裏毛、さあしかし満を持して川又龍、またさっきみたいに波動拳だけで終わるの、さっきの中二戦おかしくなかったね。なんで後ろ下がってんだよみたいな、相手の人を見てなければそうなんなかったかもしれないけど、さあ投げて、はい画面さあ、さっきと同じカードとは全く思えないこの差なんでしょうが、さあカイルがもうくる超苦しそう、あれ、あと今外高尾出しましたけど、まあそれも勢いです。P 勝ちですよガイル相手に。P ってまずありえないと思うんですけど。ソニック一回ガードしたらし。本当このカードを。さあなぜか龍が押している画面端投げて。あ踏み込みがやばい、わーっとうまい、今の3ダウンはピンポイント。さあ画面中央を取ったぞ、なんとか、よしぐつかした、これはガイルいける、今のはちょっと痛いが飛ぶ裏剣、さあ上ガイルやる、やりに行く、あの体力からやりに行くのはまた残り時間のことをね、龍側も考え出すんで、さあ投げ返し通しましたよ、ついに。しかし大石、さあちょっと変えてきた、裏読みの裏読みで、おお届くのあれ、投げる、おっと波動、今の、あーそうですね、さあ来ました、川又龍対抜き春里、何年前のカードでしょうかという感じですが、さすがに現役を続けている川端に部がありそうな気はしますが、さっきとあの目つきが全然違うのがいいですね。とはいえね、そのトラウマっていうものが残ってたりする可能性もあるからね。なんのやえ、いや結構抜きに昔やられたなみたいな、あそういうのね、あのさあ溜まってうー怖え、あの位置で平気で打ってられるのか、投げるおっとあるか、あなかった、上りのっかりが透かりましたね、あそこからね、アッパーで落としなきゃ投げで一発で死ぬし、さあ見えない波動拳が襲ってくる感じ、そして見えてる波動拳はもっとつらい、なんかきつそう、ゲージはなんとか溜めてる抜きですが、どうしていいのかわからないか、これおお歩き上げ、むちゃくちゃな投資家としている、さあ隠っている、今のは今のはダイアス見てからなのか、めぐりかな、おお冷静なガード、さあ真空を最後まで打たなかった川又、これがどう3ラウンド目の布石となってくるのか、しかしな、なんでやってなくてこれだけあっという間に、さあこれが大勝利確定ですね、今のは素直に波動拳をもらっといた方が良かったかな、今の西っぽかったかな、さあこれは当たらない、きついか、さあ透かして、この辺はもう投げて、うわ真空ですよね、しっかりしている川又、今の竜巻うまいなさあ続いてクロスバイパーたすばと福山工藤、さあ結果の書き方がよく分かりません、
8って、あーなるほどね。さあクロスバイパーチームは先方申告をお願いします。はい、ではクロスフェイロンでしょうと、工藤さんの理由と、さあ工藤さんは先ほどと続いてフェイロンという知らないキャラとやらされております。こんなキャラはターボまでいなかったキャラです。あー分からない、そりゃ分からん、分からない、なんだあの斜めに飛んでくる45度は。斜めに飛んでくる45度の必殺技でなんかすごいひどいものがあるんだけど、まあまあまあいろいろありますよ、バルログのも45、おっと行ってる間に、あーっと、さあ福山さん、飛ぶかね、打つかね、終わっている90秒開幕した瞬間勝負決まりましたね。あれは中中劣化に沈没夜ってやつね、つい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 大大劣化打ちたくなるけど、さあ支援客、あーつかした、終わってないが、あー終わった、リバーサル戦点で終了、なんという早いリバーサル出てよかったね。さあということで次がスピリタス草とビビアンスータロー2回転、さあ両チームともバイソンがおります。勝ったのこれ、ハイジン川又じゃね、はい、さあではスピリタスバイソンとビビアンスー太郎、もうなんかすでに場外乱闘が始まってる、そうだろ、何それこの辺で、ああセコンド同士の、はい、それ始めてください、あのプロレスあるある の, あのセコンド同士がなんか、まあ、今日はこの後小物道も控えておりますからね、サクサクいきましょう、そうだよね、この後の方がメイン、歩き投げを見せたが、ちょっと遠かった、あのスライディング汚ねえな、さあ爪が強い、いい大パン、爪、おっとそれ今のはやばいんじゃないのか、今のクレイジーパクった、さあ今のはクレイジーだったかな、空中だろうけどね、さあさあターンパンチを、ターンパンチ見てからスライディングは美味しい、さあ当てたが使っていって、これは画面端へ押してって、そして爪を回収をもらう、さあゲージがもう6割溜まっているが回収しきれず、さあ草チュンリー、
さん投げて投げてゴリゴリ削って、さあ立ち台系で対空、しかしこれスパコリ、これはあーっとなぜかジャンプしてしまった、まあ、あー今削りでね、下りの削りで削られそうだったからちょっと嫌がってジャンプしたんです、ね、まあ、だったらバックジャンプでいいんじゃないかっていう、うん、まあまあ焦ったんで、おお、いい反応、さあ相打ち、さあまだスパコン溜まってるので、あーギリ行くかな、これは完全対応っぽかった、これは対応良かった、さあ2回転がいろいろコーチングしているが、公爵を垂れた上で俺が使い方を教えてやるが、使うキャラは使うキャラは使うキャラはどうせバイソンだろ、時間ないよ、まあまあまあそうでしょう、さあこの2人も何回やったかっていうか、とかこの間小物道やったばっかり、そうですね、ばっかりでもないか、だいぶ前だ、さあ2回転がゲージを回収しておりますが、ただでかいタンパはもう6割減っちゃったのね、まあ、2回転慎重派なんでね、チュンリー相手にはなかなかそれだと勝ちきれない感じしますが、今入れたか、どうですかね、ためがどうかというところ、さあ次のゲージがたまった、さあ時間がな、なさあ今のは今のは転生話を読んでましたね、投げて、さあ真相、さあ真相、死んじゃう死んじゃう、開き直るのはちょっと遅いか、2回転、あー死んじゃう死んじゃう、し冷静なテンション、チャンスあったようにも一瞬見えたけどな、さあ続いて青葉 KKY と廃人川又、お疲れ様でした、ああというわけで、ベスト4が出揃いましたね、青葉 KKY 対廃人川又試合です、廃人川又、廃人川又来てください、呼んで呼んで、廃人さん川又さん、あ来ました来ました、はい、次の試合クロスバイパーとスピリタス草、集まっといて、先方 OK どうぞ、外したのかどうか分かんないけどねさあ先方はなんとなんと両方ともずらしてきて、ずらしてきて逆読みがそれぞれ当たっちゃったっていう感じ、そうですね、まあ、先ほどの試合を見るに川又はありえますね、だいぶしかし仕上がってるな、すごいっすよ今、はい、いきなりうなずくうなずく、すごい勢いでうなずく、さあこっから坂道置いてあるんだ、あれあれスライディングも潰すんだ、かなり強い行動ですね、うん、そうね、さあドリルを食らった後の読み合いっての僕あんま好きじゃないんですけど、ダルシム使ってもリュウ使っても嫌いですね、あそこ大体あの嫌な位置にドリル当てても嫌な位置に降りるようなところでしか波動拳打たない、うーんそういうことですね、リュウ側もねあれこれここの距離反応できるかみたいな感じで、うん、もう一回ドリルが来る
のに対して沖昇竜ぐらいしかないんで、そこがめんどくさいんですよね。波動拳打ってもいいんだけど、まあ2回目来るとね、うん、ドリルすんのかい、すんのかいですね。処理打っときゃよかったって後悔することになるね。来なきゃ来ないでドリルせんのかい。さあ KKY といえば、ゲージ持ってるんでちょっと何かあるかもよ。そうですね、ちょっとアクション起こせない距離にいる。これは完全にあの KKY がドリルする気がない、ないですね。あのダイパンの先っぽに真空もらってもいいよっていう、うわっと今の真空だったか。うわー、 KKY が川端を下す、大将廃人に託される。の戦いを見てじゃあどうするかっていう。そうですね、まあ波動拳がどれだけ打ちづらいかというところ、まだこう、おお、いいですね、アクション。ファイヤーが欲しかった。いやー、ナイストライだったんですけど、手堅い、もう下湧かない。あの体力だったら中ゴスまで必要経費という考えでしょう。さあ全部ゴタに回った。あとアイドリング、アイドリング、アイドリング不可思議ですね。さあ遠距離戦はもちろんダルシムです。これはうまく当てて、あのショーパン置いとくだけの汚ね。あれはでも中足ガードしてから次は真空だろうという読みだとは思うんですけども、あの技に勝てるものがないですからね。あそこ耳ぐらいまで無敵だからね。はい、あの耳、耳まで無敵だから。本当に強いですよ、あの技。さあ廃人苦しい。最後は IH 盤石、決勝へ進んだのは KKY。 クロスバイパー、スピリタス草 2P です。草くんどこやん。あ、いたいた。福山さん、ちょっとこれ解除して。クロスバイパー 1P 側です。もう座っちゃってるけどいいの。すっげえ強いすっげえ強いすっげえ強い。顔見てたんじゃないですか。さあこれは、準決勝第2試合目、これは死んだがあっと、いきなりネタから始まる、ネタから始まりましたね。もうなんか見慣れてると、ああ、してこう裏から、ああ、まあ裏だねって、裏だね。でもあれ投げらんないんですよ。ああ、背中側にいるっぽくてどうも投げらんないですよね。であれ最大は近距離中キック一歩歩いて、近距離中パンチ一歩歩いてアッパーレッカー拳。ああ、はいはい、死ぬほどピュります。まあでも死ぬほどピュリます。集中劣化で十分ピュンだろ。ああ、ひどい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 。さあバイソンキラーなのかクロス。大将草あっちゅう間だった。おお、まあ結構あれ、はい、ホンダフェイロンもホンダ死んでるのよく見るんで。そうですね、あのクロスフェイロンが相当ホンダ戦得意でして、なんかどうやったら得意になるのかよう分からんけど、なんか、歩いてって支援客で一回燃やしておいて、うん、もう出せねえだろってところまで行って、あの話し合い長だけやってるやつにはめくりレッグで殺すという、そういうことをやってますね。
そこまでまあ丸歩くのは大変なんですけど。おっとクロス対草言ってる間になんか画面今右行って左へ往復したんだけどまあフェイロンの中でよくある話だ。フェイロンはよくありますね。もう一回帰ってくることもありますね。ここは草ペース。投げるのまあでも、まあ、そうなんですよね。見せとかないとね。え、何死ぬから投げたの？おかしくない？支援客をガードしたら戦列が入るから投げたんじゃないですか。死ぬから投げたらしいですよ。まあまあそれあるよ。浅いですね。ボタン1個押したら勝つんだもん。それは投げるよね。投げ角投げる。うわクロス命の灯火が劣化ゲー届いたー。打つかねー。というわけで決勝へ進んだのはクロスバイパーチーム。決勝戦始めましょう。クロスバイパーは 2P です。あ、まあそうだね。いやでもあれ前行ってガードした方が痛いやん。前行ってガードした方が痛いやん。戦列でいいんで。前行ってガード。ああ、じゃあ前、いや投げで死んだのか。別に相打ちで引き直しで本件からスタートする。別に俺はそれで投げで死ぬんだったら別にいいかなって割り切りして。はい、 1P は決まったようです。そうだね。合気は使いません。はい、抜きさんは死にました、残念ながら。はい、決勝戦です。先方ははい、決まり OK。 はい、それでは始めていきましょう。さあ、本日の決勝戦、前半戦の決勝戦、前半戦の決勝戦ですね。後半戦に決勝戦ないからな小物道の方はね。 1P 側はアオバ、 2P 側は KKY、 あ、じゃあクロス、アオバ KKY チーム対クロスバイパーチームが決勝進出。おっと、しゃがみぐらい投げ、しゃがみぐらい投げ、なんか今妙に投げ返し早いなと思ったんですけど、ジャンプ強攻撃じゃないからなのかな。ジャンプ中攻撃扱いだからですかね。ヒットストップ中ですよね、あれ。ああ、はい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 。うわー、今のはきつい。あ、合気は禁止です。合気使いたかったら味方いてください。やった、あの合気使ったかったら1万円払えとかいうのあった。あ、今回5000円らしいですよ。はい、だいぶディスカウント、はい、あのセール中です。アウトレット。あ、ちなみにそれ消費税いらないの支援客を思いっきりピカーンと光って、さあこれは無理。しかしまあね、フェイロンの爆発力だからね、秒が足んないですね。あのよくある軽投げ、軽投げワンチャン、裏から弱弱ルエッパでビヨって死んだみたいな。それはあるんですが、さあバイパーがっかりしながら席につく。結構とか言っちゃいけない、普通にバルログボロボロ殺してるから全然これアンパ不利に感じないというのはね、本当おかしい。まあ、ホーク使いの頑張りによるところなので。あー、バイパーチョップが負けるバイパーチョップが出ている。これにはバイパーチョップ連打のかなり追い返っぷりが見えましたね。ほんねー、ホークはあれアントビできる相手だったらなんか全部なんとかなるみたいな、はい、そうか、確かにブランカとケントその辺だけきついという。サガットサガット一応できますよね。一応できるけど、あ、でもあれか、ちょっと遠めのジャックパンでいけばいいのか。
それはともかくとしてやめておけ、やめておけ、それはやめておけ。朝かさあ、バイパー一人でバルログダルシムを相手にしないといけない。ちなみにこのゲームホーク最弱クラスです。最弱で最強っていう、なんかよく、そうですね、まあクラスだけども、まあもっと下はいるかなという感じはしますね。まあね、逆転できるからね。はい、しゃー、あー、相模ジャパンのトップ安かった。これは重なった重なって優勝は KK はやばい。ハブセチーム勝利というわけで、まあ一言ずついただいてからあれに行きましょうか。あれあれあれね。では、KKY さん、おばさん、一言お願いします。あの強いチームメイトと組んでくれた、あのくじ引きのしてくださった二回転さんに感謝です。ありがとうございました。まあお互い強キャラで、まあ、うん、寒かったかもしれないですけど、とりあえず勝ててよかったです。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、ということで、イベントは一旦ここまでで、次の準備に入ります。少々お待ちください。で、動画は一旦止めさせていただきます。